キアで。あなたのことずっと好きだったのよ。私はあなたに。ゆいはん、声優前田香織が本気の告白。さらに150ぐらいですかね。うん、150。ほうれん草でこれ0グラムだもんね。いや、半額弱いです私。もうすぐ買っちゃう。負けたら罰ゲーム。2キロぴったりを目指したマルシェでのお買い物対決。ほら、マジでそうなんですよ。ゆいはんに奇跡が。無理じゃんと思ったでしょ。思いました。そしてさっぱりとしたごまの風味が食欲をそそる夏バテ撃退爽やかごまタルタルチキンをご紹介。その美味しさに思わず、うん、幸せです。めっちゃ美味しい。料理とトークを楽しむおしゃべりどころゆいはんスタート。こちらの深谷テラスの野菜な仲間たちファームさんにあるマルシェで野菜のお買い物をしていこうと思います。おお、いいね。いいでしょ。野菜も買えるんだ。すごい。そうなんですよ。収穫だけじゃなくてここでは野菜も買えるということなので、食べ頃や食べ方が分かる選べるマルシェをテーマに、地元深谷市近隣農家の野菜や果物を中心に常時50種類以上取り揃えているマルシェ。めちゃめちゃある。今回このマルシェでね、お買い物していこうと思うんですけど、普通に買ってもやっぱりちょっと、まあ、普通にお買い物ってなっちゃうと思うので、ぴったり総重量 2kg を目指してお買い物をしてもらいます。一番遠かった人には罰ゲームもあります。やだ。あれ、そんな番組なんですか。やだ、ね、何あれ。罰ゲーム、計測が終わるまで罰ゲームが何か教えてもらえないそうで、私も知らないです。2kg、 2kg って結構どんなもん。 2kg か。だからペットボトル1本分、大きいペットボトル1本分ぐらい。1本分、あそっか、あれが2キロだもんね。2キロ、2リットル。新生児のちょっと軽いバージョン。そう、まあ人によりますけどね。個人差ありです。個人差グラムの方がいいし。そうそう。ということで早速買い物対決スタート。制限時間は10分です。じゃあ10分後にまた会いましょう。また会いましょう。また会おう。また会おう。また会おうね。また会おう。また会おうね。どうしよっかな。なんかめっちゃいろいろありますよ。美味しそう。綺麗ですね、色。うん、これにしよっかな。トマト好きなんですよ。150ぐらいですかね。うん、150。え、舞茸あるよ。舞茸売ってあるよ。半額だって。いや、半額弱いです私。もうすぐ買っちゃう。ちょっと舞茸買ってみるか。うわ、でかっ。米ナス。米ナスです。あ、ベーナス。ベーナス。本当だ。ベーって書いてる。堂々と間違えましたね。これもいいんじゃないか。うん、ちょっと見栄えもいいし。ベーナス、行きましょう。ほうれん草も行きてえな。ほうれん草ってこれ0グラムだもんね。これ0グラム。ここで、みゆき様が気になる野菜を発見。うわ、なんだこれ。え、ズッキーニってこんなになってんの。これ真ん中くり抜いてこれを器にしちゃうんだって。おしゃれの。なんだこれ。なんかアンミカとかがやってそうだね、家でね。実はこちらの UFO ズッキーニ、ゆいはんと前田様も気になって入れていました。先ほど半額の舞茸を選んだ前田様、次に気になったのが、瀬戸内ネーブルオレンジのって。うわ、これちょっと、あ、2割引きですって。2割引きのやつ。え、どうですか、みゆきちゃん。あと1キロ買えるわ。え、マジで。ちょうど1キロ買える。え、これでちょうど1キロ。うん、ちょうど。ほうれん草は0グラムだから。そういう、なんかゼロカロリー理論みたいなないから。それで言うとベビーリーフは0グラムよ。あ、これ0だ。なんかしれっと合流してる2人が。あ、やばい。あと、え、ちょっとすごい、前田さん。え、いや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 、前田さんこれやばいわ。何これ。いやいや、これだってもうこれでって言ってた。これで1キロあるでしょ。え、そんなあるかな。だいぶ800ぐらいはあるんじゃないですか。あ、マジっすか。あ、そっか、500ぐらいかな。500ぐらいはありそうです。え、これどう。私はもうこれで決める。え、マジで、はい、ちょっと待って。ちょっと待って。どうぞ、ごゆっくり。2キロってペットボトル2リットルでしょ。こんなもんだと思うんだよな。トウモロコシあるじゃん。雪の妖精入れよ。雪の妖精入れよ。もう入れていきましょう。あ、なんか結構近づいてきた気がする。まもなく10分経ちますが、
ちょっとあの時間延長してもらっていい？いい？いいよいいよ。うん、時間足りない。時間えもうこれ終了ですか？終了です。もう私もだいぶ。やべ。じゃあみゆきちゃん頑張って。ちょっと待って。あと何分ぐらい欲しいですか？あと15分ぐらい。めっちゃ。めっちゃ長い。じゃあ終わったら教えてください。みゆきちゃん。あすごい緩いね。いいんだそんなんで。いいですよね。わポン酢とかあんじゃん。普通ポン酢行きたいな。ちょっと見てよ。うん、これいいじゃん。こんなん見たことグレープフルーツのポン酢。ほら、野菜の仲間たちファームで作ってるやつですよ。よしよしよし。新生児よりマジでちょっと軽いぐらい。うん、これでいいや。オッケー。できた？できたみたいな。終わりました。オッケー。キングめっちゃ買ってるやん。え？大丈夫？大丈夫ですか？じゃあ0グラムばっかなのよ。それないのよ、0グラムっていうの。いっぱい買おうとしてる。これ0グラムだから全部。買い物終了、いよいよ計測です。一番手は 0g 野菜を多めに選んだみゆき様。はい、これも0。パクチー。はい、0g 0.06。 ほら 0g じゃん。ほら言った。いやいやいや、ほうれん草。ほうれん草わ、まだ 0.350 です。あれ大丈夫か。玉ねぎ1.420。 あ、結構きた。すごい。待って、わ、でもね、結構重いの。重いのか。 1.815 で、ね、あ、ちょっと待って。あ、あ、あ、いいよ、2.045。 うわー、超えましたね。と、2.420。 あ、なるほど、2.685。 うわー、うすー。そっか、やばいよ。でもそうなってくると本当に。いや、ちょっと待って。でも私はこれ結構自信あるので。なんで？結構ある、結構ある。足りないと思いますよ。いや、軽すぎるよ。続いては、なぜか自信満々のゆいはん。これ何グラムでした？ 0.6。 0.6 です。そう、 0.06。 0.06。 なんだそのなんか探偵みたいな。なるほど。そっか。でもこれ結構重いですよ。いや、そうでもないと思う。うん、0.735。 待って、でもこれとか結構重いよ。さっきからずっと言ってんだけど、それズッキーニのある信頼。あー、 1.305。 ほらね。で、これ結構卵が来てると思うんです。ちょっとこれのここに乗せちゃいますね、卵。うん、どう？え？ 1.940。 ほら、えー、マジでそうなんですよ。このマジでそうでしょ。ほら、結構キモくないですか？キモい。これはそうなの。これはキモいよ。キモいでしょ。キモすぎ。え、無理じゃんと思ったでしょ。思いました。なんで？わかるんです。ここでなんとゆいはんが奇跡の 1.940kg。 プラマイ 50g となれば前田様の優勝ですが、うん、0.195。 0.195。ナス行きましょう。さあ、1.375。刻めばいける。いや、無理だよ、これ。だってもう2.1。いや、ゼロゼロ。いや、まあ、乗せましょう。うん、あとはもうみゆきさんとの戦いです。そうですね、みゆきちゃんは。みゆきさんの戦いですから。2.6? あ、そうそう、2.585の戦いですから。うん、確かに。じゃあ、ズッキーニいきますよ。うん、2.720。だってもう、これ買っちゃってる時点で。だからさ、言ったし、私たち。言いましたよ、注意しましたよ。だって2割引きの。いや、割引いても。値段のやつじゃないんですよね。重量なんで。じゃあ、ちょっとここら辺に。うん、あ、じゃあ、ちょっと好き立ちいただいて。うん、さあ、どうかな。ちょっと待って。どうかな。3.360。よっしゃ、1位だ。じゃあ、重いのだあれじゃないぞ。残念ながら前田様、罰ゲーム決定です。ということで、一番離れたのは前田さんということで、やだなこれ。前田さんには買った野菜を使ってモノボケをしてもらいます。いや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 、マジでやばい。待って待って待って。あ、じゃあ分かりました、これでいきます。はい、はい、じゃあ前田さんのモノボケまで、はい、3、2、1。これですか？軽いと思うじゃないですか。ドゴーン。私実はこれ使って筋トレしてるんです。これ300キロあります。修行中。いいね、頑張りましたよね。ね、頑張ったよね。私頑張りました。
ました。マジで頑張った、本当に素晴らしい。でゆいはんの3、2、1も良くないよ。あんなおのぼけどうぞぐらいで、どうぞでいいんだから、沈んできたと思って。さあここからは夏場で撃退、爽やかごまタルタルチキンを作っていきます。さっぱりとしたごまの風味が暑い夏でも食欲をそそります。今回は人気料理インフルエンサー氷塚翼さんからレシピを提供していただきました。普通のタルタルソースってめちゃくちゃ美味しいんですけど、うん、こってり感が強めだなっていう感じあるじゃないですか、まあ確かにね、うん、まあ、そこが良さでもあるんですけど、もちろんそんな時にですね、この深入りごまドレッシングを使うことによってさっぱりとしたごまの風味が食欲をそそるタルタルソースができるということなので、うんうん、夏バテ防止にもねいいと思うので、うん、これはちょっと一緒に作っていきましょう。楽しみです、はい、それでは早速調理開始。まずは玉ねぎをみじん切りにしていくのですが、ここでゆいはんポイント。恥ずかしい、恥ずかしいとか聞く。聞くの禁止、聞くの禁止。切った玉ねぎは、塩水にさらしておくっていうのがね大事なんですよ。へえ、なんで？水にさらすことで玉ねぎの辛み成分が抜けて生でも食べやすくなって、うん、変色も防げるということなので、うん、はい、塩水なんだ。塩水に、はい、こう切れ込み入れてしゃ、うんうん、こう半分、そう、あの全部切らずに、こう全部切らずにね、うん、全部切らずにで、それで横にして、ね、そう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 、大丈夫ですか？大丈夫ですか？まあ、一旦自分なりに、自分なりに、ね、まあいいですよね。そう、正解ないですからね。うん、あの自分なりにやってみる。そう、正解はないんです。そうですよ、自由に。ありがとうございます。玉ねぎを塩水に5分さらしている間に、ゆで卵を潰していきます。そんな硬くないでしょ。やっぱ声優さんだなって感じましたね。はい、今ので今ので遅くない？ちゃんと全部に効果音をつけるっていうのが、確かに、そう、前天崎さん、はい、あの声優のね天崎さんも来てくださったんですけど、天崎さんもやっぱ効果音をつけてたんですよ。まあ、確かに言われてみればつけるかも。鬱陶しいですね。ねえ、言ってないですよ。5分経ったので玉ねぎの水を切っていきます。これ画期的だね、このやり方。これいい。なるほどってなりました。なるほど誰が考えたんですか、これ。誰が考えたんですか。お礼言いたいです ね。こういうのがあるってことです。すごいいいですね。すごいね、うん、水切って、しっかり切った方がいいですね、水を。わ、うん、かりました。ギュッと、結構ギュッてやっちゃっていいんですか。いいですね。ニュー結構、あ、ねえ、想像つくじゃん。ずっと心配だったよ、私は。2人のを見て分かるじゃん、大体これ以上やったら破けちゃうかなとかさ、大人なんだからさ、怒られてる、怒られちゃった、分かるじゃない、破けちゃわないようにねってみんな願ってた。皆さんはちゃんと限度守ってやってください。よいしょ。水を切った玉ねぎと潰したゆで卵をボウルに移し、パセリを加えます。わー、はい、そこに黒胡椒はお好みで入れてください。じゃあ4ぐらいいきます。私もそれぐらいいこうかな。辛いの好きですか。はい、好きです、辛いの。私はあんまり得意じゃないで、こんな入れないでほしかった、ね、でいやそれはさ、その私がさ、うん、4個入れようみたい言ってたのに言って、確かにゆいはんの食うんだよね、私。そう最悪ねえ。言ってください。でもこっちでも 4個ですよ、4個、3回、3回、お手上げですよ。大丈夫、大丈夫。でも具材を入れたら、キューピー深入りごまドレッシングを大さじ5杯入れ混ぜていきます。タラタラ、わー、あ、いい匂いする、うん、もうよだれが美味しそうです。ソース完成です。おお、これで完成。なんとできちゃった。できちゃいましたよ。ここから鶏肉を焼いていくのですが、ここでゆいはんポイントです。ちっちゃフォーク
で穴を開けるのがいいみたいですね。はい、鶏肉をフォークで刺しておくことで、そうなんです、鶏肉の食感が柔らかくなりますね。先に、さすがですね。焼き縮みを穏やかにして硬い食感になることを防げるみたいな、柔らかく仕上がる。そうなんだ、はい、前田さんは、うんはい、よくやってる発声練習の方法とかあったりします？発声練習か。でもなんか現場でやっぱ朝一の収録の時とかに口が回りにくいなっていう時によくやってるのが、うん、タラタリタルタレタロっていうラリルレロの上にタを全部入れるっていうのをゆっくり最初やってどんどんタラタリタルタレタロタラタリタルタレタロってどんどんすごいっていうのをやってます。これはでも勉強になる。みんな使えますね。本当ですか？使えますよね、発声はね。鶏もも肉に穴を開けたら大きめの一口大に切り、両面に塩をかけたら、塩かけましたらオリーブオイルで皮目から3分焼いていきます。急いで急いで、やばいやばい、待って待って待って。皮目に焼き色がついたら裏返して蓋をし、弱めの中火で6分焼いていきます。ここで前田様から2人に挑戦してほしいことが。題して、ゆいはん vs キング即興告白チャレンジ。キングだったキングでしたね。何のことかと思いました。キングカメラ目線で即興告白にチャレンジしてもらいます。へー、やだよ。確かに、ただ好きですと告白するのではなく、私の独断と偏見でキャラを指定しますので、その役柄に合わせてください。大丈夫なんです。大丈夫じゃないですよ。じゃあやるとはなりませんか。私をよりキュンキュンさせた方が勝ちです。前田さんをキュンキュンさせるの。確かにそういうことですね。そうなんですよ。でもやっぱその前にね、うん、お手本とか。いやそうですよ、見せていただかないといけないと思うので。あ、お手本ですか。お手本を前田さん、前田先生、本当に言い出したやつのさ、お手本をさ。いや、役柄とかなんかあります？リクエストありますか？落ち着いたお姉さんみたいなのみたいかな。あー、なるほどね。確かに、なるほど、うん。まずはお手本として前田様の告白チャレンジ。実は私、あなたのことをずっと好きだったのよ。私はあなたのそばにずっといさせてもらってもいいかしら。はぁ、すごい。っていう、先に好きっていうのを伝えるっていうお姉さんぶりです。わぁ、ありがとうございました。いやいやいや、終わらないでください。終わらないでください。ゆいはん vs キングの即興告白チャレンジ。先行はゆいはん。テーマは京都の旅館のおかみ風な感じで、ちょっと好きですってちょっとはんなりと言ってほしいなって。なるほど。そう、京都ご出身とね。はいはいはい、はい、テーマは京都旅館のおかみ風。今日もおいでやす、いつも来てくれてありがとう。好きやで。うわぁ、やべぇ。なにこれ、これはずいわ。マジではずい。最高。みゆきちゃんはこういうのやることあるの？ないよ。あるわけないじゃん。こういうのが避けて避けてきたの。高校キングのテーマはツンデレをやってほしくて。ツンデレ。付き合って熟年のカップル。いや、めっちゃ絶対。ツンデレ、熟年のカップル、はい、分かった。分かってるすごい。ツンデレ熟年カップルの告白チャレンジ。キングお願いします。熟し熟し暇なんだよお前と言ってもさ、熟し熟し熟し大丈夫。ごめんどうしよう。大丈夫、倒れちゃった。死なないで。待って何ちょっともう何もうまくいかない。めちゃくちゃ怖い話ですよ。果たして勝ったのは、勝者はゆいはんさんです。そうね、そりゃそうだよ。かったです。
勝っても負けても何もない。うん、何もない。恥ずかしいだけ。恥ずかしいだけです。はい、恥ずかしかった。ただ私はとっても幸せでした。あ、本当に。それが一番ですね。ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。最高でした、もう。ありがとうございます。最高でした。何これ。マジで。そろそろチキンも焼けたので。はい。はい、おお、美味しそう。すごい。パリッとした香りがしますよ。お皿に盛り付けたら、ごまタルタルソースをかけて完成です。うまそう。美味しそう。完成です。やったー。やったー。夏バテ撃退、爽やかごまタルタルチキンの完成。さっぱりごま風味のタルタルチキンはお酒との相性も抜群。そこで。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。美味しい。あー、いいね。最高。じゃあいただきましょうか。いただきます。うまっ。うまっ。こんなうまいの。めっちゃ乗せちゃおう。これお家で作れるのめっちゃいいな。簡単でしたもんね。これはそうだよね。ごまが主張してないからね。本当にタルタルソース。そう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 。幸せです。めっちゃ美味しい。合いますわ。前田さんから見て、私たちはどういう役が合いそうですか。声優さんをやるとしたら。声聞いた感じ。そうですね、やっぱみゆきさんはこう、大人の女性感、でなんか戦う役とかちょっとやってほしい。暖房物ギクシです。バイク乗ってるかっこいいレザー着てる人とか。レザー着てますもんね、普段。普段じゃない、衣装だよ。あれ衣装。あれ普段じゃないの。普段じゃないよ。あれ衣装。あれ衣装だ。衣装か。何、いつも私服で私服で来ちゃってるかと思った。私服レザーなんだって思ってた。違う違う違う。衣装あれは。まさかの。ゆいはんは。ゆいはんは。ゆいはんさんはちょっとあざとい役とかすごいやってほしい。なんか小悪魔っぽい役とか。小悪魔ですって。確かに京都弁だしね。京都弁の小悪魔ってこと。京都弁の小悪魔、まあ、京都の女は大体そうだもんな。すごい、ご偏見がすごいですよね。大体そう、小悪魔です。大体そうじゃない。ということで、やってきましたけれども、おしゃべりどころゆいはん、いかがでしたか、前田さん、今日は。いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。で、料理したお料理をね、お二人と一緒に楽しくワイワイ喋りながら食べれて、もうすごい今日パワーもらいました。本当ありがとうございました。よかったです。ゆいはんのすごい好きなとこは、何ですか、怖い。あのめっちゃ飯食うの。ねえ、やだ、恥ずかしい。そうなんですよ。あんまこういうさ、食べる番組で結構アイドルの方とか女優さんとか一口二口ぐらいで結構ね、もうおしまい、もう完食すんじゃん絶対。これね、めちゃくちゃいいんですよ。私すごい好きよ、今の。ありがとうございます。見れてよかった今日も。さっぱりとしたごまの風味が食欲をそそる夏バテ撃退、爽やかごまタルタルチキンのレシピはこちら。材料はご覧の通り。まずは玉ねぎをみじん切りにし、塩水に5分さらします。その間にゆで卵を潰します。5分経ったら水気を絞り取り、玉ねぎ、ゆで卵をボウルに移し、パセリとお好みで黒胡椒を加えます。そこにキューピー深入りごまドレッシングを大さじ5杯加え、混ぜたらタルタルソースの完成です。ソースが完成したら、鶏もも肉にフォークで穴を開け、大きめの一口大に切り、両面に塩を振ってオリーブオイルで皮目から3分焼きます。皮目に焼き色がついたら裏返して蓋をし、弱めの中火で6分蒸し焼きにします。
お肉が焼けたらお皿に盛り付け、ソースをかければ完成です。皆さんもぜひ爽やかごまタルタルチキンで暑い夏を乗り切りましょう。次回のゆいはんは、SKE48 の皆様をお迎えして楽しくバーベキュー。さらに私2期生のオーディション実は落ちてるんですよ、 SKE。 だからもしかしたらチームメイトだったかもしれないなと思って。ゆいはんが語る SKE48 だったかもしれない過去を告白。告知解禁日にグループラインに無言でリンク貼ってきてくれた。マネージャーさんみたいな。すごい。次回もお楽しみに。